皆さんこんにちはエンガジェット日本版からのニュースですが木星探査機重能が6月に木星の衛星にフライバイした際に観測した電気的および磁気的データを 課長周波数にスライドさせたガニメデの音を公開しましたサンアントニオにある主任研究員スコット・ボルトン氏はこのサウンドを耳を超増して聞いていれば中ほどのところで音が高い周波数に急に変化するのが分かると説明これは探査機がガニメデの磁気圏における複数の領域をまたいで移動した際の変化だと説明しています また研究者の一人ワリアム・カース氏はおそらくそれはガニメデの夜の側から昼の側へ移動した際の変化ではないかとしています。のチームは木星の磁場に関する詳細なマップも作成しています。この季星の軌道上で5年にわたって観測してきたデータを比較すると赤道上にある季星の磁気異常現象であるダイアオマダラが東に移動していることがわかります。 これは1秒間に約2インチという速度で約350年で木星を一周する速度だとか一等木星の写真で最も目立つ赤道付近の高気圧帯ダイアカマダラは西向きに移動しており約4年半で一周するとされています。ボルトン氏はこれは木星の時期が大気の影響を受けているのを見た初の例だ。 と述べ、木星の深層大気の活動が我々の考えている以上にダイナミックであることを示していると話しました。研究チームは木星の表面に見られる渦の高解像度画像も公開しました。この渦は地球の海に現れる渦にも似ており、大気の動きの兼ね合いで自然に発生するものと考えています。こうした観測結果や研究結果は木星の起源や 太陽系の惑星の形成に関する理解を深めるのに役立つとされます。キホシのような巨大ガス惑星は太陽系が現在の姿になるのに大きく影響を与えたはずではあるものの、天文学者らはまだその詳細を完全に理解するには至っていません。ボルトン氏は我々がどこからどうやってここに来たのか、キホシはその物語において大きな部分を占めていると述べています。 いかがでしたか。本日はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。